There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, あげる。え、これ男梅サワーどうして？本当は飲みたかったんじゃないかと思って。偽友やのくせに自分の気持ちばかりになってちょっと配慮に欠けていたけど、反省してるみたいだし、それにそれって見方を変えれば純粋な恋よね。実はとても素敵な人なのかも。ドキドキに身を任せてもいいのかな。いや、だけどごまかしたはずの男梅サワーを聞き逃さず、さっき知り合ったばかりの目当てじゃない女にまで抜け目なくホスト張りのおもてなしと優しさを持って、この男梅サワーをわざわざ呼び止めてまで買ってよこしたこの男、何か怪しい。言っておくが、ホストクラブには行ったことはない。あんな自信に満ち溢れた感じの職業イケメンとか堂々と言う人とは住む世界が違う。でもこの男の優しさの裏に職業イケメンを感じたのは私だけか。職業としての技を感じたのは。さては自分が時々中村智也のことも承知の上か。あぶねえ、術中にはまるところだった。え？いらないです、返します。私そんなジジイみたいな飲み物飲みません。私はほろ酔いのピーチ味とか飲んで、ほろ酔いなのに私なんか酔っ払っちゃったみたいな言う、そういう感じの女の子なんです、実は。え、いや、ごめん。さよなら、お元気で。怒ってます？大地くん。え？ほら、友達が来ましたよ。あ、トシヤくんどうしたの？りょうこさんは？やっぱり明日仕事だし、ちょうどタクシーが通ったからひょいと乗せてきた。ひょいと乗せてきたって、それ大丈夫なの？大丈夫大丈夫、タクシーの運転手さん笑顔だったから。え、タクシーの運転手さんが笑顔だとどう大丈夫なの？いい人そうだったから大丈夫。りょうこさんの家の場所をきっと聞き出してくれるよ。ちょっとちょっと、どうしよう。じゃあ太一くん、今日はありがとう、またね。あ、またね。ってちょっと、あれ、司ちゃん。1番線ドアが閉まります、ご注意ください。危ない危ない、危うく時々中村智也の職業イケメンに騙されるところだった。さあ帰って早く寝よう。明日は4時25分起床、4時35分の新聞配達員を待ち伏せだ。電車に揺られながらため息をつく。本来であれば今日はオフのはずだったのに、普通に仕事をした日と変わらない、いやある意味ではそれ以上の疲労感だ。疲れた。私はインドア派だ。オフの過ごし方は基本的にお家で読書、たまに裁縫なんかもする。子供の頃にピアノも習っていたから、家の電子ピアノを弾いたりなんかも。出かけることもあるが、せいぜい近くの公園かコンビニまで。そんな私のオフにしては今日のエネルギー消費は激しい。仕事の日も仕事が終われば直帰する。ご飯や飲みの誘いも頻繁にあるわけじゃない。だからって友達が少ないわけじゃない。同僚とだって仲良くやってる。恋人いない歴イコール年齢の独身ではあるが、一時的の周りの結婚ラッシュな波にさらされて無人島に漂流して根拠を完全に見失ってしまった感のある独身だが、今の生活が幸せじゃないわけではない。幸せの形は人それぞれ。そう、人それぞれだ。だけど
一度くらい恋をしてみたいと思ってはいる。だから今日感じたあのドキドキは、いや、惑わされるな。あれは職業イケメン、あれは職業イケメン、あれは職業イケメン。よし。最寄り駅に着き、家路を歩きながらふと空を見上げると、半分の月が夜空に浮かんでいた。月なんて珍しくもなんともないが、私は立ち止まってしばらく月を眺めていた。毎日の単調な生活の繰り返しの中で、月なんて気にしたことなどない。だからだろうか、久しぶりに見た月はなんだか優しく感じた。変な一日だったな。はちゃめちゃな一日ではあったが、少しだけ楽しかったと思っている自分がいるような気がした。いつもの私の日常とはちょっと違う刺激のある日。たまにはこんな日があっても悪くないのかもしれない。九条太一。え、待って待って、なぜあの男の名を口にした？わからないわからない、わけわかめ。もしや気になっている、あの男を？いやいや、あの男は危険だ、危険なんだ。私は惑わされないぞ。あれは職業イケメン、あれは職業イケメン、あれは職業イケメン。よし。帰ってきた私はすぐさまアラームをセットした。4時25分。よし。そして疲れた体をねぎらい、お風呂へゴー。かなり歩いたから入念に足をもみほぐす。お風呂上がりに野菜ジュースを一気飲み、歯磨きを済ませ、お肌の手入れも忘れない。よし、準備は整った。あとは寝るだけだ。私は驚くほどスピーディーな流れでベッドインし、明日の新聞配達員に備えた。スヌーズオンにしとこう。